イギリスの経済、イギリスの経済は、名目国内総生産、GDP 世界5位、EU2 位、購買力陛下、PPP 世界9位、EU2 位であり、世界の GDP の4%を占める、世界5位の国家経済である。2016年、第2四半期の前年比成長率は2.2%で、あり、4年連続で G7 最も経済成長を遂げている。 2015年には世界11位の輸出国と世界6位の輸入国であり、対外直接投資と対外直接投資は共に世界2位であるなど24、25世界で最も国際化した経済の一つである。サービス部門は GDP の約78%を占めており、金融サービス業界は特に基幹産業でロンドンは 世界最大の金融センターである。製薬業界も重要な役割を果たしており、医薬品研究開発シェアは世界3位。自動車産業は国内の主要な雇用先及び輸出品目である。イギリスは大量の石炭、天然ガス、原油を埋蔵しており、埋蔵量は2015年に29をバレると推定された。イギリスの経済はイングランド、スコットランド、 ウェールズ、北、アイルランドによって構成されるが、地域によって大きな差が出ている。ロンドンの経済規模は、欧州内で GDP が最大の都市である。政府の関与は、主に大蔵省、財務大臣、ビジネスイノベーション、技能省によって行われ、1979年以降の経済政策は自由法人主義を踏襲している。スターリングポンドは、 アメリカ合衆国ドル、ユーロに次ぐ世界第3位の準備通貨であり、世界十大通貨の一つである。1940年代以降に国営化された多くの企業は1980年代以降、特にマーガレット・サッチャー政権下において民営化された。近年、イギリスは最も長期間の経済成長を続けている。インフレ率、利率、失業率においては比較的、 低いままである。一方、所得の不均衡の指標は EU の中で高い水準にある。2005年のイギリスの GDP 成長率は1.8%であった。財務大臣のゴードン・ブラウンは2005年の成長率が予想よりも低かった主な原因として、原油価格の上昇、住宅価格上昇の鈍化、個人消費の減速を挙げた。政府の関与は主に大倉大臣が率いる。 英国財務省が主導であり、近年では市場自由化、減税、規制緩和の原則に従って管理されている。1997年以来、イングランド銀行総裁が率いる金融政策委員会は、毎年首相が設定する経済全体のインフレ目標達成に必要な金利水準の設定を担当している。未だ行使されていないが、スコットランド政府は、 議会の承認を条件として、スコットランドの基本所得税率を1ポンドあたり3、ペンス増減させる権限を持つ。GDP の10%はエネルギー製品が占めており、この値は先進国では最も高い。北海油田により、イギリスは1990年代に西ヨーロッパではノルウェーに次いで2番目の産油国となった。また、炭化水素の輸出も行っている。 イギリスの電力は75%が化石燃料によって作られている。原子力発電が19%を占め、残りの約6%は水力発電や風力以外の再生可能エネルギー、そして増加しつつある風力発電である。イギリスは世界で7番目の二酸化炭素排出国であるが、炭素排出量の2.3%は化石燃料による発電によるものである。 イギリス政府は京都議定書に署名しており、二酸化炭素の排出量を合意した内容以上に減らすことを目的とした気候変動プログラムを発表した。イギリスは島国であるため海上での風力発電や張力発電、波力発電について潜在的に大きな可能性がある。そのような発電方法はまだ商業的に有意義なレベルに達していないため実現させるには エネルギー政策によって支えていく必要がある。2006年の3月に、英国風力エネルギー協会は2010年には、海上の風力で、イギリスが必要な電力の5%近くを供給可能になる予測している。BP、ロイヤル・ダッチ・シェル、キャイリン・エナジー、セントリカ、アングロ・アメリカン、BHP ・ビリトン、リオティントなどの一流企業がこの分野に協力している。 1957年以来、セントラルエレクトリシティ・ゼンナーティング・ボード、CEGB、中央発電委員会、中央電力庁、中央電力供給局ともや、サウス・オブ・スコットランド・エレクトリシティ・ボード、南スコットランド発電委員会、1954年設立、という国営電力公社が発電、配電を担ってきたが、1990年に始まった民営化で、 CEGB は、送電部門のナショナルグリッド、発電企業のナショナルパワーとパワージェン、および原子力発電会社のニュークリアエレクトリックに分かれていった。うち、ナショナルパワーは、国内部門のイノジーと、国際部門のインターナショナルパワーに分かれた。現在、パワージェンは、ドイツの EON の参加となる EONUK と、社名変更し、イノジも、ドイツの RWE 参加になり、 エンパワーに社名変更した。ニュークリアエレクトリックは南スコットランド発電委員会から分かれたスコティッシュニュークリアと合併市民営化され、イギリス最大の発電会社ブリティッシュエナジーとなったが、2009年にフランス電力 EDF に買収され、その子会社である EDF エナジーへと変わった。南スコットランド発電委員会の原子力以外の部分はスコティッシュパワーとなり、 イギリス国内外での勢力拡大を進めている。イギリスの農業は、集約農業であり、機械化されている。農業の労働人口は2%以下だが、食料自給率は70%を超えている。GDP な約2%を占める農業の内訳は3分の2が畜産物、残りの3分の1は工作物である。家畜は牛、羊が多く、工作では主に小麦、 大麦、大粒、ジャガイモ、砂糖大根、果物、野菜が栽培されている。農業には EU の共通農業政策による助成金の支給がある。自由市場のルールを適用した場合、農業がどれくらいの規模の分野であるかは不明である。農業の分野の GDP は与えられた補助金に応じてより小さくするべきだという議論がある。イギリスは 世界の主要な漁業国の一つである。下平目から、ニシンまで、あらゆる種類の魚を水揚げしている。水産業が盛んな沿岸の町として、キングストンアポンハル、クリムズビー、フリートウッド、グレートヤーマス、ピーターヘッド、フレーザーバラ、ローストフトがある。国家統計局によると2003年の GDP の16%。 雇用の13%は製造業によるものである。イギリスの経済に占める製造業の割合は1960年代以降低下し続けている。一方で外国との貿易において製造業は依然として重要であり、輸出の83%を占めている。地域によって製造業に従事する人の比率は異なり、最も高い地域はイーストミッドランドの19%と、 ウェスミッドランドの18%で最も低い地域はロンドンの6%である。工業とその周辺産業は製造業の中で最も大きく、2003年では製造業における GNP の30.8%がこの分野によるものである。工業の中でも運輸部門が最も大きい。BMW、フォード、プレミアオートモービルグループ、ゼネラルモーターズ、 ボックスホール、ホンダ、日産、PSA、トヨタ、フォルクスワーゲン、ベントレイという8つのグローバルな自動車カーが存在する。それ以外にも TVR やロータスやモーガンのように特化した自動車メーカーや商用車のメーカーも存在する。自動車メーカー以外にもブラッシュトラクションをはじめとして様々な会社が鉄道機関車とそれに関連するものを製造する。 メーカーが存在する。さらに、運輸部門には、航空宇宙産業と防衛産業も含まれる。この産業では、民間航空企業や空軍、陸軍、海軍の装備を製造しているバイシステムズが、支配的な状態である。他にも VTE グループ、GKN、ロールスロイスが、航空宇宙エンジンと発電システムを製造している。サービス業は、 イギリスの経済の主要な部分を占めている。これは先進国の経済に共通する特徴である。サービス業の割合が多いということは、第一次産業と第二次産業の仕事よりも第三次産業型ということである。イギリスの小売業は競争力が高く、GDP の約22%に当たる2490億ポンドを占めている。 大きな郊外の店舗と都市のショッピングセンターが存在し、さらにコンビニエンスストアは小売業で重要な役割を果たし続けている。イギリスのロンドンは世界最大級の金融街である。金融業者の拠点は2つの地区、シティとドックランズ、特にかなりワーフに集中している。シティは株式と債券を扱うロンドン証券取引所、保険市場のロイズ。 中央銀行のイングランド銀行がある。ドックランズは1980年代から再開発が行われ、金融サービス機構やバークレイズ銀行、シティグループ、香港上海銀行が本拠地としている。現在はシティとドックランズを合わせると500以上の銀行の事務所代わりする。ロンドンの金融ビジネスは国際的なユーロ債、外国為替市場、エネルギー市場、 保険市場などを主導している。ロンドン証券取引所の AIM、新興市場は1995年に創設されてから10年のに、新興企業向けのメイン市場に次ぐ位置づけから、比較的規模の小さい企業のための国際的な株式市場センターへと拡大している。イギリスは2005年には210億ポンドを外国へ投資しており、国際収支にかなり影響を与えている。 イギリスでは外国に対する金融サービスの提供が拡大している。エディンバラにも金融の長い歴史があり、ヨーロッパで5番目に大きい金融センターである。ヨーロッパで2番目に大きいロイヤルスコットランド銀行、スコットランド銀行を所有するハボース、スタンダード生命保険など多くの企業が本拠地を置いている。観光業はイギリスで6番目に大きな産業であり、 約760億ポンドの規模がある。2002年時点では、労働人口の6.1%にあたる180万人をフルタイムで雇用している。広告、映画の制作、テレビ番組の制作、デザイン、出版、音楽、ファインアートの取引、骨董品の取引のような創造的な産業は、イギリスで1990年代から2000年代に、 かけて最も強い成長を見せた。イギリスの文化、メディアスポーツ賞によれば、1997年以降のイギリス経済全体の成長が年率3%である間に、この産業は年率6%の成長を遂げた。また、イギリスの輸出総額の約8%を占めている。1980年代のイギリスは、先進的で熱心なホビーパソコンの市場だった。 これは、娯楽用ソフトウェアとコンピュータゲーム産業の発展の強力な基礎となった。2003年において、イギリス映画の輸出額が2億5600万ポンドであったのに対しこの分野は4億8800万ポンドであった。イギリスの通貨単位は、UK ポンドである。労働党政権のポンドをやめて、ユーロの導入を行うという公約は、 比較的に良好な経済情勢によって実現が難しくなった。トニー・ブレア首相は、ユーロ導入のために、財務大臣ゴードン・ブラウンの5つの経済テストを満たしているかどうか、国民投票を行うことを約束した。この経済テストを評価し、2003年に、ゴードン・ブラウンがイギリスはまだユーロに加入するべきでないと結論を下した。 特に住宅価格の変動が理由として示された。世論調査では、イギリス人の大部分が通貨の統一に反対した。イギリスの経済力は地域ごとに差がある。GDP と一人当たりの GDP は、ロンドンが最も高い。次の表は2002年の地域別の一人当たりの GDP の額である。ユーロスタットの統計情報を使用し、ナッツに単位で地域を分けている。 イングランドの3つのエリアは EU の最も豊かなエリアの上位10位に入っている。シティオブロンドンと12の特別区を含むインナーロンドンは1人当たりの GDP が88,761ユーロで1位である。エディンバラは72,450ユーロで4位。バークシャー州、バッキンガムシャー州、オックスフォードシャー州は34,251ユーロで7位で。 イギリスの不動産市場は2000年から高騰を続けており、いくつかの地域では価格が3倍になった。不動産の価格の上昇は経済成長の持続、持ち家率の増加、地域によっては移住の増加も含む低い金利、不動産投資市場の成長、新築住宅の供給の制限などが原因である。イギリスの税金は地方公共団体と中央政府、 財務省による二つがある。地方公共団体は、中央政府からの交付金、ビジネスレート、ビジネスレイズ、事業税、カウンシルタックス、カウンシルタックス、住宅の価値に応じた、住民税、路上駐車などの料金や手数料を収入としている。中央政府は、主に所得税と、社会保険と、付加価値税と、法人税と、燃料税を収入としている。 GDP と比較した税収の割合と国債の割合1975年以降10年間隔。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。